はい、ザ・ゲームギャリーチャンネルの春99です。川崎にですね、川崎ゲーム同好会キサンジさんとですね、川崎ボドゲ会さんがですね、同じ日にですね、川崎ミューザでゲーム会がされるということで、片方のキサンジさんはですね、どちらかというと軽めのゲームで初心者さんも大歓迎ということで、川崎ボドゲ会さんはですね、まあ、どちらかというと重いゲームをですね、まあ、中心にゲーム会されるということでしたのでですね、まあ、同日でしたのでこの2つのゲーム会にお邪魔してきました。その模様をお届けしたいと思います。はい、最初にですね、川崎喜三治さんの方ちょっとお邪魔してきたんですけども、人数の関係でですね、少し私余っているかなという感じがしていましたので、川崎ボドゲ会さんの方にですね、移動させてもらいまして、宅に入れてもらいました。まあ、最初にまあ人数調整こちらもされていましてですね、例のですね、犯人踊るですね、とあるところのですね、ルーキー賞を取られたというやつですけども、こちらの新版がやされてましたので早速までてもらいました。この時ですね、7人ですね、まあ、8人の人数調整待ちだったんですけども、7人でですね、プレイしてみたんですけども、7人でプレイしてみるとやっぱりちょっとですね、全体が読みづらいかなということと、まあ、状況が分かってくる前にですね、まあ、ゲームがやっぱり終わってしまうかなって感じで若干ちょっと否めないですね。で、途中でですね、私手札がですね、まあ、探偵とですね、あと新カードのですね、企みとですね、まあ、犯人とですね、まあ、それぞれ1回ずつ手札に来たんですけども、これ全部当たったらちょっとどうなるのかなというのが、まあ、一瞬分からなくなってしまってですね、まあ、そのまま勝ちを逃がしてしまったという感じがしたんですけども、この辺の処理がですね、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんね。まあ、企みのカードは別のところの動画でも紹介してます通り、企みを出していてですね、まあ、犯人が勝てば同時に勝てるというカードなんですけども、まあ、探偵が後で来てですね、じゃあ犯人当ててしまったらどうなるんかっていうですね、まあ、ちょっと矛盾するような感じがするのですね、まあ、そこ若干気になるところですね。まあ、企み側が優先するのでいいような気はしますけども、まあ、そんな感じでした。まあ、7人でも十分楽しめると思いますけども、まあ、3、4、5人ぐらいがやっぱりいいんじゃないかという感じがしましたね。はい、で人数がですね、まあ、ちょうどいい具合になったというところで、まあ、2択に分かれましてですね、まあ、私の方何しますかということですね、まあ、久しぶりにルアブでということになりましたので、まあ、ルアブでやってみました。まあ、4人のですね、まあ、フルフルでしたので、20ラウンド、まあ、特殊な建物も、まあ、当然出てくるというところでやってみました。なかなかですね、久しぶりにやってみました。やっぱり仲いいですね。まあ、自宅でやっている場合はですね、まあ、大体皆さんルール知っているので、まあ、サクサクと進むんですけども、まあ、ゲーム会でですね、インスト兼任しながら中身を確認しながらというのをやるとですね、やっぱり3時間半ぐらいかかってしまうという、そんな感じですね。で実際プレイをですね、まあ、一緒にしてみますとなかなかやっぱり面白い発見があるもんですね。私どうもこのルアーブルですね、借金が苦手でして、上記の時代とかだったらバンバンバン借金するんですけども、とにかく借金しないで大事にいてですね、まあ、食料をうまくつなぎながらですね、建物を抱えていくというのがですね、私のまあ性格的にまあ好きな戦法みたいなんですけども、周りのプレイヤーはですね、まあ、ガンガンと借金をしていてですね、まあ、借金をなんとかなんとか回しながらですね、次々建物を取っていくと。で、まあ、とある建物を取ればですね、まあ、借金の棒引きもできるしというのですね、なかなか目の覚めるような戦法を見せていただきましてですね、非常に面白かったですね。またですね、建物もですね、まあ、他人の駒が乗っていたら、まあ、当然使えないというワーカープレイスメントのタイプですけども、まあ、建物をですね、売却すると、まあ、半額になっちゃうわけですけども、売却してでもですね、まあ、建物を使うチャンスは逃さないというところですね、なかなかですね、素晴らしい戦法を見せてもらってですね、非常に楽しかったですね。これ半年2回ぐらいしか最近回ってないような気がしますけどですね、まあ、特殊建物もですね、まだ使ったことないものもたくさんありましてですね、まだまだプレイしていきたいなと改めて思いましたね。非常に楽しい時間ありがとうございました。もう一つはですね、ピーナッツですね。これ私実演していたゲームだったんですけども、まあ、大変申し訳ないことですね、一つだけルール間違えてしまいましてですね、まあ、これ大豆のギャンブルゲームなんですけども、まあ、要は大きい数字のとこ止まってですね、自分が一番大きい数字だったら、他のプレイヤーと差分だけお金をもらうというところなんですけども、まあ、各駒のですね、エリアを自分がまあ売却というか、まあ、購入か、買っていけるわけなんですけども、まあ、自分が持っているエリアにですね、他人が来たらですね、その振り直しするときにですね、まあ、その振り直し金額をバンクでなくて自分がもらえるというのをすっかり忘れてまして、まあ、途中まで全員バンクに支払ってしまいましてですね、まあ、お金があっという間に全員なくなってしまうというのですね、まあ、もちろん飛んだのは私なんですけども、ちょっと間違えてしまってですね、申し訳ありませんでした。まあ、ただこのピーナッツですね、まあ、今でも時々プレイされているのを見かけますけどですね、なかなかナイスのギャンブルゲームでして、要は自分とトップとの差がどのぐらいあるのかと、例えば2400にトップが止まってて自分が2000だったら差分の400をトップに払うわけなんですけども、じゃあそれが嫌だから振り直しするのかと、じゃあそうじゃなくて振り直しなくて今の差額で我慢するのかというところを毎回考えてから大事するというところが憎いゲームなんですね。というのはそのサイコロを振り直すときにですね、今止まっている場所の金額分だけですね、お金を払わないかんのですね。例えば1000のところに止まっていて振り直そうと思ったら1000円払わないかんのですね。しかも本来その1000円は他人が持っている土地であれば、その他人にあげないといけないんですよね。他
他人にあげてまでそれを果たして得になるのかと、まあもちろん人間欲があるんでですね、うっかりその今トップのやつより大きい数字が出ればですね、自分が逆にお金をもらえる立場に変わるので、まあ、欲があってよく振るわけですけども、まあ、そこのですね駆け引きがなかなかよくできているいいゲームなんですね。まあ、近々これまた動画で紹介しようと思いますのでですね、まあ、その時にまた詳しくは言おうと思いますけども、まあ、そうしたゲームでした。ちょっとルールさえ間違えなければもうちょっと盛り上がったのなと思うのが残念でした。申し訳ありません。はい、ここまでプレイできたところでですね、キサンジさんの方にですね、ちょっと帰りに立ち寄らせていただきまして、まあ、ちょっとご挨拶をさせていただいた後ですね、一宅どうも空きそうでしたのでですね、まあ、一宅入らさせてもらいました。カレイドですね、プレイされているのをですね、何度か拝見したことがあるんですけど、私、実際自分プレイしたことがありませんでしたのでですね、いそいそと仲間に入れてもらいました。まあ、万華鏡を作るタイプのゲームなんですけど、これなかなかですね、コンポーネントといいですね、システムといい、しびれますね。六角形の、まあ、6箇所ですね、まあ、穴が開いたですね、万華鏡のパーツのところに自分の部品を入れていって、まあ、結局エリアマジョリティですね、まあ、12星座と同じような感じが一瞬しましたけども、その量によってですね、まあ、ポイントを取るという、まあ、エリアマジョリティタイプのようなゲームなんですけども、1箇所完成するときにですね、中の1個の万華鏡のパーツを回せるんですね、回転できるんですね。というのは六角形同士が複数個くっついているので、最終的によく見るとここでも6箇所取れる、六角形が取れるじゃんというところをですね、最終決算にできるということがチャンスがもう一回あるので、まあ、うまくですね中をくっつけると後でまたモーダースがもらえるというあたりがなかなかにくいですね。まあ、完全にですね全員の情報が見えているやつなので、まあ、調光し始めるとですね、まあ、全く終わらないゲームなんですけども、まあ、そこはサクサク進むことができましてですね、周りのプレイヤーさんにですね恵まれまして、まあ、非常に面白かったですね。で今回まあ4人でプレイしてみたのですけども、4人でプレイするとですね、まあ、2人対2人っていう構造が若干見えてしまってですね、途中から割り込むというのはまあ若干難しいかなと思いましたけども、まあ、それでも十分楽しめましたね。まあ、どこかで機会がありましたら、まあ、3組になりそうなですね、3人でですねプレイもぜひやらせてもらえると楽しいかなと思いましたね。ありがとうございました。はい、というわけでですね、キサンジさんとですね川崎ボドゲ会さんのですね、まあ、2つのゲーム会にお邪魔させていただきました。キサンジさんの方はですね、まあ、比較的軽めのゲームということですね、まあ、アクションゲームからですね、まあ、ダイスゲーム、大人数のカードゲームということで、たくさんのですね、ゲームがですね、持ち込まれておりまして、皆さんですね、まあ、次々とゲームをこなされていらっしゃいました。川崎ボドゲ会さんの方ですね、どちらかというと、まあ、自宅ゲーム会の延長のような形で、まあ、ある程度この、今日はこの人数でがっちり重たいゲームをやろうぜということですね、まあ、プレイされていきたいということをお伺いしましたので、まあ、それぞれですね、非常に特徴があってですね、まあ、同じ日に今日はたまたまなったということでしたけども、特徴があって、それぞれ面白かったたんではないかと思います。私もですね、ぜひまたですね、次のですね予定の時見させていただきまして、お邪魔させていただければというふうに思っております。はい、ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。川崎ゲーム会、キサンジさんと川崎ボトゲ会さんのですね、プレイレポートの報告でした。